の亭主編に続いて今日は女房編でお送りします。アンケートは大阪天神橋筋6丁目取ってまいりました。ご協力ありがとうございました。ありがとうございました。まあね、はい、奥様方の、本音の本音でございます。本音の本音、亭主に向かってでございます。そうそうそう。ああそうですか。予想すぐつきますでしょ。いや全くわかりませんでした。どんなことを思いになってるんでございましょう。ああ興味深いです、ね、早速でございます、はい、よろしくどうぞ、はい、お願いします、はい、それではアンケートの結果をいつものようにコントでお送りしましょう、はい、言うに言えない女房の本音ベスト10の発表です。はいどうぞ。あ、何あの闇太郎しゃべるあいつどうした。もう算数でけへんな、国語でけへん。それ言うてるそらまにけ言うてんのに。行儀も悪いで、口も悪いし、もちゃんと言うてるんですよ。顔もむちゃくちゃやろ。ああどないなっとんねん、あいつ。ねえ、どうなってるんですかね。第10位、子供の悪いところは全部あなたに似てるのよ。困ったな、ちょっとな。どうしたんた。しょんべんしとうでな。何を考えてんねん。行くの怖いね、今の怖かったな、ドラマ。ドラマぐらいで。雲男。雲男なんか関係あれ、言っとるじゃん、もう。釣り行け。誰アホとちゃうか、もう。いくつやんか、もう。ほら、もうここでするでよ。そうか。で、しー、こいこいこい、青か。第9位、私はあなたの母親じゃないわよ。奥さん、今日のんびりしててよろしいですね。うちらしい、出張ですね。出張。今は楽でね。あー、いいなぁ。のんびりするわ。あら、もう7時や。うちの主人帰ってくるわ。本当。第8位、たまには帰ってこないで。第7位、こんな女になったのはあなたのせいよ。連れて行ってよな。今度の休みな、子供と一緒に、鳥取の実家行こう。あ、よろしいな。すごい海は綺麗し、大山もあるし、で近所周りの人にどうもご無沙汰してます、はい、これですこれですこれです言うてね、声からようにしよう。第6位、あなたの実家に行くのが一番嫌なの。そんな言い方せんでいいのちゃいますか。いや、な、大きな声出す。子供は寝てる。そんなこと言うたから私は我慢できます。何やのそんな言い方。何が誰も何もクソも。片思うんだね。第5位、子供さえなければ離婚したいのよ。花子、はい、幸せかい。あなたといるととっても幸せであろう、どうですこれ。第4位、あなたと結婚しなかったらもっと幸せだったのに。桜貝の母でございます。あら、お母さん大丈夫でいらっしゃいますか。おぎろぎ、まあ、年いるとこらしこしゆっくりしてくださいよ。あ、ありがとう。お母様には長生きしていただかなくては。嬉しいこと言ってくれるな、この嫁はな。第3位、本当のところ姑が嫌いです。苦しい、腹を。ちょっと、あなた、大丈夫、大丈夫、死なないでね。私はあなただけが頼りなんだから。大丈夫だよ。第2位、生命保険だけが頼りよ。かまやもんね。おいおいしょ。お前ら優しいだよ。お前ら早め、もう外れ。第1位、悔しいけどやっぱり愛しているのよ。そうなの。そうですか。こういうところに落ち着くのね。最後はなんか随分気を使った1位だったような感じがしますね。ね、やっぱりそういうふうにお感じになる。そうですね。ここまで言ったから最後は一言言っとかなきゃっていう。そうですね。まあ、その辺で女性の方がバランス感覚がいいんでしょうね。なるほどね。そういう褒め言葉もありますというふうに思いましたね。なるほど。今日のテーマは、いつも言っている十箇条でしたか。違う。何でした。いつも言われてんの。いやいや。言ってみたい本音です。そうです。本音の本音。いつも聞いているのはどういうわけなんでしょうね。言っておりますけど、どうでしたか。はい、結果を見ると厳しい答えが多くてどうなるかと思ったんですが、1を見てホッとしたというのが私の本音です。はい、その辺が見事なもんでございますね。す女性の方がしっかりしてありますな。はい、ご苦労さんでした。どうもありがとう。ありがとうございました。はい、さあ続いてまいりましょう。